これから0歳児たねっこ組の親子競技を始めます。最初に競技説明で3人が説明しますので見てください。でまず、子供、お子さんの、ちょっとぬいぐるみを使わせていただきました。ぬいぐるみの、帽子をかぶっているのがお子さんです。お母さん、お父さんの役が、はい、美穂先生がやります。はい、それでは最初に子供たちが、平均台の50センチの高さがあります。はい、ぬぐります。保護者の方も一緒に作っても大丈夫ですけど、おいでおいで。マットのお山を登ります。そして降ります。そしたらその先に丸い缶があるミルクの缶を利用したもので中に布が入っています。布を子どもたちが自分で取れるので自分で引っ張って取ります。そうすると、リオオリンピックで活躍した国の方になってますので、はい、これはフランスですね。フランスの旗をマジックテープがついてますので、マジックテープでお子さんが届かなかったんです。オリンピック選手のようにマットにして、で抱っこで、はい、お子さんを抱っこして、はい、ゴールです。で、ゴールの上に乗っていただくと、園長先生が待ってます。そこで素敵なプレゼント、メダルのプレゼントがあります。はい、大丈夫ですか？はい、では。